この方は、やっと来ましたね。ちょっと、やっと僕の時間が。有人知道他在里面是演什么角色吗？有人知道吗？クエスチョン。あ、でまず自己紹介してもいい？とりあえず今この方は誰だ、誰が知ってますかと聞いたら誰も知らないみたいです。ああ、じゃあクイズ出しますね。有人知道吗？有奖品哦。はい。对对对，他答对了。この意図してる。もう最初から新大統領。はい。そうです。あ、那有一个奖品，等下我们送。一番最初に。死んだ人です。やってみ、やってみ、やってみます、やってみます。他死给你看一下，你看你们还记不记得？来，我帮你拿麦克风，麦克风持って。大家想想看，有没有这样？こう構えてるでしょ？哦，有没有问一下？刚开始的时候有没有？死んだ旦那、早く医者に連れてってください。有没有？刚开始前面十秒、十分钟。好，掌声鼓励，死了真好。嗨，じゃあこの映画に関してはいかがですか？とあなたの発言時間どうぞ。ですね、このようにい今さっき見た方でも僕のことを覚えてた方が一人か二人だったんですけど、僕が出てるっていう記憶だけは皆さんに心の中にずっと残ってればいいなと思ってやってます。これみんな、いろんな方が死んでるんですけど、死に際の、こう、叫び声とかも、ちょっと面白かったりするんで、僕は、アラマっていうことで、死んでるんですけど、いろんな人が変わった死に方をしてるんで、そこも見てもらえたらいいなと思います。因为他死得很精彩了。希望如果各位能够记住前十分钟他死的那个样子、他觉得很值得了。已经比男主角、已经比 男主角抢戏了。我们给他掌声鼓励好不好？非常谢谢。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。でもう満足 OK。 もう名前だけでも覚えてください。名前だけでも、はい、はい、マイネームイズ桜井。他叫桜井。桜井。那我们喊一下桜井。Come on, come on, 桜井。Thank you, thank you。 はい、ありがとうございました。名前だけ覚えてもらえれば。もうバイバイいいです。すいません。はい、いやいや、立ってください。はい。でもね、今日の主人公は日村さんです。はい。台湾の印象とこの映画に関してはメッセージをください。はい。はい、本当にまあ、日本で公開はもうしてるんですが、先日オーストラリアの方でもやりまして、そしてこの台湾でも、いつからやるんですか？ 5 月ですか？今からやります。あ、今から、はい、あ、これからやる。あ、今これ、まだ皆さん見てないんですか？今日プレミアで。はい。はい、これからやる。これからやるんですよね。はい、ということで、台湾の方から、侍のゾンビの映画っていうのをぜひちょっと皆さんの力で、いろいろとですね、こう盛り上げていきたいと思ってますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。这部电影呢，现在在日本正在上映当中。那我们台湾是世界上第二个国家放映的。那接下来那个澳大利亚、澳洲也会放映这个电影。这样，那以前没有这种武士跟僵尸打斗的片子。那这一部电影还蛮好玩的，希望各位看完能够推荐给喜欢日本片还有喜欢这类型电影的朋友，好不好？我们再给他掌声鼓励，让大家来推荐一下这部电影。監督さんも映画のことに関してお願いします。はい、そうですね、台湾で、この映画が公開されると聞いて、まあ、すごく嬉しかったです。で、この映画が皆さんどうやって見てもらえるかというのがすごく僕自身も楽しみなんで、ぜひ、応援して新選組オブザ・デッドを応援していただければと思います。今日はありがとうございました。其实导演他搞了一个蛮特殊的一个角度去拍的这样的一个黑色幽默喜剧。那他一直很担心说台湾的观众看了会有什么样的方法去推荐这个片子，或者会喜不喜欢这样。那希望各位如果看了觉得还不错的话，就介绍给你们的亲朋好友们，让大家也来看看说这一种代表日本型的这种电影，它是这么的好玩，或是这么的幽默，好不好？谢谢各位，这样好。那我们。